お待たせ。どうも、トランジット、荒野ノです。そして、どうも、トランジット、ア田タです。よろしくお願いしまーすー。お願いします。さあ、始まりました。はい。トランジットの、どこでもラウンジのお時間でございます。ふざけんじゃねえ、マジで、本当に。<laughs> 早くなってないなんかちょっと。いや、これもうマジ抑えれんわ。これは、ずっと抑えれてないよ、別に、ね。正式に、ぼったくられました。お、<laughs> 来た。これは、えぐいです。ぼったくられるって聞いて、何を想像しますか、じゃあ。 <laughs> まずどういうお店想像しますお店というかまあバーとかじゃないバーうん。リオさんどこ想像しますどういう居酒屋,居酒屋どういう場所西田さん。 そんな追いいい込まれんでいい <laughs> そんでそなに追い込まれなくてはよい、えー、あそんなに目が泳ぐ人初めて見たんやけど確かに怖かったです今たの目はね早く言えよみたいな目してましたけど、まあ、確かに皆さんそういうところだと思うでしょバーとか例えばキャバクラとか、うん、思うでしょなんとタクシーでぼったくられました <laughs> そんなことないやろお前メーター目の前にあるんやからや俺もそんなことはないと思ったし俺も目でメーターを見て金額を見て、うん、てか 金額をずっと見てました。これ理由説明します。<え>あのワ、ー、ンオクロックのライブ終わりに。二三万人いたから、とんでもない交通量だったんです。うん、あ人の。ゴムもね、あそこ帰りね。もちろん近くからバスもタクシーも乗れないんですよ。で、僕あのちょっとあのー、住吉の方まで行かないといけなくて、うんうん、その後予定があって。 なのでちょっと歩いたまあその東尋町を抜けたあたり、うん、えまあ六本松に行こうまでちょっと10分ぐらい歩いてタクシーに乗ろうと思ったんですそしたらちょっと空いてるから、うん、で道はめっちゃ空いてたんですそこから住吉までのそしたらなんとそのタクシーの運転手さんが行動のあのー、速度規制が50キロまたは60キロまたは40キロ、うん、ここのところずっと20キロで行くんですよ <laughs> 本当かお前で これって例えばもし40のところを40で言っててお客さん側が「いやちょっともうちょっと飛ばしてください」はだめじゃないですかまあね40のところを20で言ってたら「飛ばしてください」って言っていいじゃないですか <laughs> で俺もうちょっと5分10分我慢したけどいもう言ってやろうと思五5分10分我慢できたねよういやそうよもうついてんじゃないも,もうついてんじゃないそれいついてると思うけどまだ大濠公園な嘘つ、うん <laughs> 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 じゃあお前5分10分我慢してないやろいや信号止まるどころか赤信号でも青信号でも関係なく2 0キロで行ってるから後ろも大丈夫だもちろん全信号に引っかかんのよそれ普通によくないねそうで俺はす「すいません運転手さん」たら「はい」みたいなあの「 急いでるんですし、うん、4 0キロのところは40で行ってもらわないとそのお客さんのせいでメーターって動いてる分動いてるやんずっと、うん、まあまあねどうなってるかようわからんけど止まってる時だけあれメーターの進み方がゆっくりになるんですよ、うん、で速度が普通に出てる時はメーター普通に進んでいくんですよあ同じかあれはそっかそうだからぼったくられてるって僕が言ってるんですよ<ー>でこれ言ってその 40キロで行ってくれ。てか、前の車について行ってもらったら、大丈夫ですよって言ったら、衝撃の一言言ったんです、タクシーの運転手が。えー、何そのなんか。あの、もう終わったのが8時半ぐらいで、うん、まあタクシーの時は9時過ぎだったんですよ。そしたらそのタクシーの運転手が、すいません、僕夜よく見えないんですよ。<laughs> え、ちょっと待ってと思って。いえ、もうそれは、 運転したらダメですよって言ってて言 <laughs> 本当に危ないね沿道速道からあの誰かが飛び出てくるかもしれないしああそもそもよく見えてないんで <laughs> この速度でしか行けないんですって言った <laughs> 俺ホン人に初めて引退勧告して「<laughs> すいませんあの引退された方がいいですよ」<laughs> したら「いや本当そうかもしれないですけど本当すいません」とか言ってその後も2 0キロで運転し続けてへえー、そして普通さそれやったらさ ちょっとさもう隅々まで行くってキャナルの奥まで行くって言ってるやから、うん、中スライでメーター切ってはい、はい、すいませんでしたここからはもういりませんとか、うん、最後僕がこロム出しときますとか、うん、言えば言うきっちり取ったよ普通千七八百円で行けると二千五百円かかってるの<ー>でこれも,もう,そうダメだからこれは <laughs> 僕あの会社に電話するぐらいまもなったんですよで名前も全部チェックしたし、うん、けど接し,してはないんですけども俺 これ本当にぼったくりで電話したら俺多分金もらえると思う。<laughs> やばいでしょ普通に。<laughs> <いや S 1> これ俺切れていいもんね、これは本当に。<laughs> 異常すぎる、これは本当に。え、その今なんか、ここ最近の熱量の中で一番すごいんじゃない。いや、絶対。 におかしいもんだってお前2 0キロで40分ぐらい運転されてみるっ20分でしょ確かに急がないかんみたいなのもあるしねそうし別に急いでなくても急いとっても法定速度は守ってもらう逆に逆に守ってもらうててかまあ危ないよね普通に夜見えてない人はちょっとだからの本当に悪い折り際に「すいませんでした」って一言もないのよ申し訳ないですけども謝られてもないですしそもそも見えないんだったら運転しないよりあなたのためにみたいなあなたの命がなくなりますよみたいなこれはもうま マジで引退した方がいいと思いますお疲れに <お前 S 1> そしたら <laughs> もうそれでも反応せずにお前,お前フリーズさせたんじゃないお前あまりに言い過ぎて,ぎてお前そその後俺歩いてイライラするわーと思って飲み屋向かってたら、うん、後ろから「プーップップー,ップーッって逆襲<え>って思って何 <laughs> あいつ逆襲してきたなと思ったらそのタクシーの後ろの車が遅すぎてずっと大丈夫 <laughs> <laughs> 我慢できんってもう。 急げやみたいな <laughs> まあね、まあ、確かに運転したいかもう結構お年を見せたかないやでも60代やと思うけど 60, <ー>、まあ、60代かないやまあでもそうねだけどちょっとそろそろ分かるよそのお仕事でやらないといけないただ見えてないんだっただってさまあ夜だけやめればいいしなそうそうそう夜は働かない方がいいですよってんなんかあのな,なんていうかなその シェフがさ、うん、あの、全部味分かりませんって言ってるんだもんやけど、<laughs> やばい、やばいでしょ、それだって、まあ。プロやからね、その道のね。マジでイラっとした。マジであの、あの時の運転手聞いてたらマジ金返しに来てるんだ、本当に。ジで言うな、お前。どこでもラウンジで金返しに来てくださいとか。 だ、タクシーで全く言われても、世界初じゃない、マジで。まあ、ないからね、ありえないことやったら。タクシーってるマジがいいしさ、本当に。まあ、八百円ぐらい高くなってるのは、確かいただけんで。いや、いただけんよ、マジで。昼飯食えるし。昼飯。 腹立つわマジでえらい怒って思ってますえらいえらい怒って大丈夫いけますか今日取れます普通に全部に切れるかもしれない最悪それは良くないそれお前が良くないよ全部ネイルに切れるかもしれないそれは良くないんでそれ切り替えてくださいここ本編なんでこラつくわマジでちょやめて切り替えてテンション上げてちゃんといやテンション上げて切れる方で上げる切れる方で上げんなって落ち着けよお前わかりましたじゃ今日も始めていきます KOR KOR トランジットのどこでもラウンジさあ改めまして皆様こんばんはこんばんは。 大丈夫でですすか。あれもう怒ってないですかちょっとタクシーつながりで一個思い出したんです思いって思いってもうお前お腹いっぱいやこれは切れるとかじゃなくてあのまあそのエピソードとしてあのなんていうかその宮崎キャンプにホークスのねははいい。宮崎キャンプこに RKB ラジオさんの生中継でちょっとそれも正直聞きたいみたいなとこあるけどねいやそうそう行かせてもらってホントにマンデー野球塾でも久々三十分オーバーで話させていただいて話してのかそうそうそうまあそちらをね あの、せ、今週分、先週分か。うん、先週分聞いていただいて、えー、ま、そちらね、野球のことはもうそっちでね、うん、あの、話してますんで聞いてほしいんですけども、あの、その宮崎キャンプ、僕、あの、お仕事で行くの初めてで、うん、あの、宮崎キャンプに。うん、で、宮崎に、僕、あの、8歳か7歳ぶりに上陸したのよ。 あそんなな行っってなかった宮崎キャ,、ね、キャンプに、野球の合宿では大学生の時二に2年ぐらい行ったんだけど、ホークスのキャンプには行ってなくて、もちろんお仕事では初、うん、で朝、早朝の、えー、飛行機で、ちっちゃい飛行機でプロペラ機なんで、僕の5列前にホークスの球団社長さんとか乗ってたりとか、アナウンサーさん、報道陣が10人以上乗ってたのよ。だ で同じ飛行機で向かっていっぱい有名人が降りてくるのよで僕はあので僕はタクシーで来てくださいと言われてたんでタクシーに乗って VIP やね VIP です嬉しいですよその周りの人たちは電車使ったりとかバス使ったりしてるのがタクシーでポッと手を挙げて乗らせてもらってその時タクシーのいい思い出を取り返そうと思って俺はタクシーと相性いいんだと思ってそうか時系列的には宮崎キャンプ後や後らやからで乗ってそしたらこの宮崎キャンプ もうイ,、まあ、イケメンの森までお願いしますって言ったら大体運転手さんはホークス関連だなって分かるのよしかもタクシーをそこまで使う人ってなかなかいないから<ー>そしたらその運転手さんとこの乗ってて5分ぐらいしたら「うんえー、キャンプ取材ですか?」みたいな言われて「うんうん、あそうなんです今日トークショーで明日生中継させてもらうんです」って言ったら、うん、赤信号やったんやけどパッて俺の方向いて「うん、ああ<ー> <laughs> 去年も楽しかったですありがとうございました」え言われて「へっ?」と思って。 行ったことないから誰と勘違いしてんだろうと思ってめっちゃびっくりしたけどそののなんかこのキラキラしてたんですよタクシーの運転手さんの目がでその前回のタクシーとのエピソードが冒頭のエピソードで苦い思い出だったんでん今度はこの人はいい人だと引きずりすぎやろんかこの人を「いやいや僕初めてなんです」とかで帰らせたくないと思って言った一言は今年も頑張りますよ」って 去年も来た感じでちょっと喋っちゃったっていう。<laughs> お前それダメって。えでも俺してくれてるけどそ,その人嘘ついてるやんお前だってそのちゃんといや。 初めてなんですって言っても別にいいと思うよ。いやいや、その人は悲しませる。申し訳ないって気持ちさせちゃいけないから。いやいや、でもプロ野球選手とかやと思ってる可能性もあるけんね。元プロとかさ。元プロの可能性はあっても、今プロ野球はないから遅刻してるから、その練習。遅刻してることなんか練習。宮崎キャンプに遅刻する人、なかなかほら俺タクシー乗ってる時、いやでもリチャードさんとか遅刻してるから。いやいや、でも本当にその運転手さんだけを悲しませたくなくて。 降りる時も今年も頑張ってくださいっれ誰と間違えてたんやろうね分からんでもマジモトプロの可能性高いよね高いよ。取材に来た誰かと思ってたでも腹とかも本当興奮しますよだってまずイキメの森ってめちゃくちゃ広いのは分かるやイメージ 球場が3個。で、普通のサッカーグラウンドみたいな選手が練習するところが2個。室内練習場、ブルペン。本当に広いところで、イキメの森の一番奥に球場があるけど、手前の方はこのランニングゾーンみたいになってるんだけど、そこにもうタクシーが、この横を通りながらね、見えるのよ、陸上競技場みたいなところで、もう城島さんがランニングしてるのよ、もうすでに。そういうとこも使うんやね。イキメの森で一発目に見た人、俺城島さんやから。一般の方でも何でもなくて。城島さん。で、パッて降りたら鳥越さん。 前見たら森福さん楽屋入ったら島田誠さんと柴原さん横谷繁さんよううもうとてつもない状況レジェンドたちがそうでここでどうぞ練習見てくださいってパッて入ったら王会長と城島さんが並んで見てる <laughs> その横に和田剛さんいて僕森福さんと一緒に練習を後ろから見て目の前に斎藤和美さんと藤本監督いんのよすごいねどういう状況とかってホンに本当に,<ー>本当にだからこの一日の中で一番俺静かにしてたもん <laughs> その覚えられたいさすがにしゃべれんよねそう覚えられたいより先に嫌われたくないがくるからやっぱりそりゃそ,そ,そうよ<ー>変にねうわこいつガラガラやけ嫌いやとか思われても嫌やしそうそうなんかだってあの背中の OH 見た時に OH あ <laughs> もう OH ジャンバー来ますからあ,あ ます OH 熱いイチは熱いね o は熱いねめちゃくちゃ熱血視聴してるからねうわいいなそれイチ見た時あとでもやっぱ俺前の SNS とか見ててやっぱうらやましかったのはやっぱあのブルペンやねあブルペンはですねブルペンはやっぱねすごいやっぱ監督なんかキャンプに来たという感じがキャンプ感が一番あるのがブルペンするというかやっぱ見たわけやろブルペンでは誰を見たんピッチャーはえっとですね有原さん 新加うわ入で新加入オスナさん抑えのうわで、えー、和田剛さん椎野、うん、新田さん<ー>藤井光也さん松本裕貴さん、えー、大関さんから見たうわえグイガンケルさんえそれえその並んで全員並んで全員並んで投げてる,る投げてますぜ <laughs> やな和田さんが投げてるバッターボックスに斎藤和美さん座ってるあなんか書いてたねそれえい、ー でその後ろに大会長とか、うん、あのいろんな、ね、関係者たちが見てて、うん、で僕たちはその報道関係者の方で見させてもらったんですけど、うん、一般の方がこれ見るために15分か20分しか一気に見れないんですけどはい、はい、3000人並んでるんですよ、うんうわで。一気に見れるの多分70人ぐらいだよ、60人ぐらい。したらどんなに見たい選手がもうちょっとで投げそうでもはい、時間ですって行かれるいい。 そんな自由に見れたわけじゃないというあその報道関係者でもでもあんまり見れないそんなにあディズニーより並んでるやんいやめちゃくちゃ並んでる<ー>本当にだって耳つけてる人いたもん <laughs> それはディズニーや、ね、<laughs> 違う違う違う。俺はディズニーより並んでるんハリーんのね。ハリーんの,のね。耳。自家製のね。撃ってない自家製の耳を。耳、あれはその上にこう、ウサギとかで、こう、ついてんのがいいのよ。ハリーんの,の耳つける。耳、横についてる耳つけんから、あんまり。本当にすごかったな。でも本当に、あの、音が好きでしょ。パチンいや、いい。 で響くしねやっぱちょっとその空間でねあのちょっと審判さんがね、うん、ブルペンでも立ってストライクって言うんですけども、うん、審判さんたちの競い合いでもあるのあのなんかいい声出せるかみたいな,なストライクをいろんな言い方が聞こえるって気持ちいいしあ<ー>最高、ね、まあそう審判の人も楽しいやろうねいやほんと楽しいと思うあれはうわーいいねブルペンはちょっとやっぱ見てみたいと思ったよいやーブルペン決まるやっぱ藤井耕也さんが一番球走ってましたねでもあそうはいちょっと ホークが、ブルペンって天井あるんですけど、天井に当たって落ちてるんじゃないかぐらいの楽さ落やりすぎじゃないやりすぎ。いやいやや。りすぎ、に。いやいやいや、やりすぎじゃなくて、俺がやったみたいな感じ言うなよ。穴開いてて、地面にドとーンって埋まってるぐらいボール。そういう風に見えたってことはよっぽどやね。よっぽど、魔球やん。 マジすごかったな、あれは。藤井さんは今年。先発展開。先発よね。はいはい。多分い、一角入ります、ローテーション。うわぁ、期待大やね。期待大っすね。まあ、中盤疲れたら中継ぎもあるかもしれないですけど。<ー>いやーでも、あれはもう超見物やったなもういいやん。こういう注目選手とか言っとって、マジ活躍した時は熱いよ。まあまあ、そうね。まあ、でも藤井さんとか結構でもね、ホークスの選手って、あのー、もう皆さん取り上げられてるのよ。あーまあそっか。うん。まあ、そっかそっか。そうね。だから。みんな要注目か。もうけっ がみんな結局注目はしてるから、なんか、それやったら俺も育成の人とかあげたいもん。今年支配下になりそうとか。それおったその言えるのそれは。いますいますいます。見つけた見つけました。ちょっと教えてよ、完全に。あの、尾形陸さんっていう、あの僕が自主トレでも槙原さんと一緒に。はいはいはい。その時、以前からね、知ってはいたんですけど、実際生でスイング見て、キャンプに行った時、また、あの、顔つきと体つきが変わってて。あら。 で、ちょっと関係者に聞いたら、マジ、尾形陸あるぞと。<ー>支配下登録。これマジで、三叔志君も宮崎出身ですし、<ー>地元の選手としてもやっぱ頑張ってほしいなという。育成の。名前をこうあの生中継でも上げさせてもらったし。まあでも、ホークスといえば育成がね。そう。すごいからね、結局ね。来てますから、ね。全然チャンスあるからね。最近の高学戦とか見とったら、みんな打ってるしね。へー。もうすごいすごい。だって今、開幕投手候補5人いるらしいからね。はぁー。ローテーション候補15人いるらしいのええ六ー。6人しかダメなのに。もう無敵かんか。 無敵全勝勝優もうほ他のチームが羨ましがって仕方ない多分負けてる時はみんなのあれ風邪ひいてる多分んホークスが負けた日は風邪ひいてると思った方がいいそれぐらい熱あると思って今年のホークス全勝全勝負け試合は全部風邪ひいてますないってパワプロくんでもないもん全勝なんていやいやなかなかないでも宮崎の興奮もやっぱ試合に届けられたと思うんでいやすごいねそれすごいいい経験を積んでまあ野球塾でも 話してょうっすもういっぱいいっぱい話してますねただラストはあの僕あの野球ボールにね3人ぐらいちっちゃい子サインしたんですけどえそんなん新たなサインが欲しいって横おった俺まだ疑ってます勘違いされてるんじゃないかと OB とか育成選手とかタクシー運転手さんと一緒でそうユニオン来てたから俺元ホークスの 元プロやと思一応サインするときはあの、お笑い芸人の新た、トランジャー新たと言います、本当に僕でいいですかっったら、くださいって、お<前>で俺、信じて、ね、信じてサインしましたお前、やってた、お前、もしかして、お前、桑田真澄さんの顔してなかったしてない大大<前>大丈丈丈夫夫大夫大大大。 そしてね、やるんすよたまにだから調子乗って元プロみたいな顔してたかもしれんけど俺の顔は桑田真澄さんのモノマネじゃなくて桑田真澄さんのモノマネやってる暴れる君さんのモノマネなんで <laughs> 俺モノマネのモノマネ,モノマネのモノマネはダメですなんで真澄さんとは勘違いされないで <laughs> そうかそうか思われても暴れる君さんやと思われるぐらいか、はい、い一番びっくりしたシーンはあの愛犬のガジュマルも宮崎入りしてたんですけど <laughs> おかしいって。 おかしな話より先におかしな話よ僕が宮崎のキャンプ場着いたらあの両親とガジュマルがいたんです、ね、<laughs> まあまあでもそんな機会ないからねであのガジュマルに列ができてたんですよ触るために <laughs> <そ>お前ホークスケンみたいな顔してたやろ <laughs> そう多分あいつしててよくないそ,その後に又吉さんに向かって吠えたんよ <laughs> 一番一番ドキッとしますた <laughs> ガジュ初めてガジュ怒ったかもしれないガジュダメ選手に吠った何させてんのお ダメよお前本当に <laughs> そんなんさせたらお前超疲れてました顔 <laughs> 超長距離移動でガジュが愛犬が超の顔疲れてました <laughs> まあ宮崎キャンプね <laughs>、ええ、まああの本当は来年はちょっと残しも行かないと頑張ってそうですねもう本当土日終日オフよ <laughs> 残しはなんか一個入ってた仕事もなくなったよなんか <laughs> 仮のやつも仮のやつも飲もうなったよ <laughs> 最高でしたよまた今度別のところでグルメも紹介しますんで宮崎グルメも堪能させてもらっます。あそいいね最高でございましたじゃあ聞かせていただけてじゃ宮崎キャンプは以上新たの宮崎キャンプ話でしたもうラジオもいいんじゃない終わったらダメやろキングオブ・レディオトランジットのどこでもラウンジ今日何じゃもうベスああいいね トトランジットベスト3これやってないのいっぱいあるからあ,あそういうことうんあるのよいっぱいね送ってきてくださってラジアルさんが、はい、あのもうすごい大量に送ってきてくださってて前回ね多分あの歴代彼女に送ったプレゼントベスト3みたいなあ,あ,あったねとかをやったから、はい、まあなんかちょっと食の話とかいいんじゃないかなということで、うんうん、すいませんちょっとがなりを忘れてました。ト、はい、トランジットのえ 何でもベストスリー。がななんでいいや、それやったら。<laughs> なんで固まってないのに、がなろうとして、どういうこと。なんて言ってたかなと思って。何でも。リスナーさんも。覚えて、だって俺らが覚えてない。ないスタッフさんも覚えてない。覚えてないか。覚えてない、大丈夫です。っていうので、ちょっと着てるのがありまして。何。あのー、食べ物系はね。 えー、昔ハマったお菓子ベスト3あーいいあいいそういいねめちゃくちゃいいいいよねいいいいもしくはベストマッチな食べ合わせベスト3梅とうなぎ <laughs> いやいやダメよ梅とうなぎ <laughs> 一番食べちゃいかんって言われとええ昔のお菓子と食べ,食べ合わせベストマッチな食べ合わせあこれ意外に合うんですよみたいなうんで美味しいおつまみベスト3がありますが <laughs> まあ昔ハマったお菓子がいいんじゃないでしょうかうわそうね123、うん、か昔ハマったお菓子やからねうわただまあ難しさはあるよね何食べてたっけみたいなのもあるしうわうわうわわわわ 食べてもうまいやダントツでうまいね<う>駄菓子が結局 でなんかたまにあるやんやっぱスーパーとかでレトロな感じでその駄菓子コーナーみたいなの作ってるああいうのテンション上がるもんねっだってさなんであのイオンとかでっかいショッピングモールから駄菓子屋さんが消えないのかってことなんよそうねやっぱね圧倒的支持があるのよそうそう、ね、しかもなんかちょっとおしゃれなんよねなんかあとやっぱこのレトロ感給料をさもらう大人になって駄菓子買うってさ、うん、すごい金持ちになった気分になれるんだうかだから大人がいいよねそうそうそう昔できなかった絶対にしたことないよ駄菓子屋で3000円とか、うん 俺大学生なんてバイトで。 貯めた金でそれやったとき、俺、マジ、マジ幸せやったもんね。幸せなやつやな、お前。しかも、タイトル貯めた金で、後で話そう。今話せや。絶対話すとして今じゃん。いや、後で関わってくる。入るから、ランキングに。じゃあもうちょっと、行く ?3 位から。いいっすね。3位から発表しようか。はい、ちなみにランキングにはすみません。関わらなかったです。関わらなかったら話しとけや。あの、フライドチキンってあるじゃないですか。あ、美味しいやつ。4枚、入ってるよね。4枚やったあれ。3枚そんなんって3枚じゃないいやいやいや。 たまに4枚やってなんか当たりやみたいなさじゃあじゃあじゃあ4枚いやその今タイミングよくなぜかここにもあるけど4枚じゃないあポテトフライポテトフライポテトフライのフライドチキン味フラ,フライドライほら4枚入りやんあ四4枚入りやん4枚入りのこのポテトフライフライドチキン味っていうねあの薄いせんべいみたいなのフライドチキンの東宝さんが出してるやつなんですけど、うん、あの俺これ5枚入ってたことあってあ 激これ激レアすぎません俺マジでその当時 SNS にも上げたし<ー>めちゃくちゃ嬉しかった記憶があるもんねだからこれ本当ミスかなバ,バグバグ本当にバグバグってお前ゲームみたいな感じ言うんだよあのあパンパン多分 <laughs> お前それやってないやろなお前サーチみたいなしてないやろ5枚のやつ探してないやろしてないそのプロ野球チップスのカードの後ろ硬いかどうかキラかどうか見るやつやっちゃいかんけんな今問題問題やから今いけるいけるいけるじゃあベスト3ベスト3ベスト3じゃないベスト3発表するのに第3位からいきたいと思いますじゃあたお互いに行けばいいんじゃないこれうん新からどうぞわ俺3位うん3位はえあれですあの 四角いグミみたいな、あの、爪楊枝で刺すやつ。何でしたっけ、あれ。あ、かるわかる青リンゴ味とか、青リンゴ味とかある。リンゴ味でいいのに、青リンゴ味にしてくれてるやつ。爪楊枝が入ってて。そうそう。あの 12個入りそうそうね3かけソフトキャンディソフトキャンディだあソフトキャンディでも多分名前は違うけどちっちゃい四角あのなんやろね五番の目みたいなのがたくさん並んでるうわー懐かしい名前なんか出ます美おいしいねソフトキャンディかなソフトキャンディいやソフトキャンディタイプのお菓子なのよスマイ王子が入ってるやつあれなんやったっけなあ来た来たあこれこれこれ あ、これこれこれ。なんて書いてるでも青リンゴとかしか書いてないんじゃん。ああ、そう。駄菓子、青リンゴとかしか書いてないああ、これね。いや、でも分かる。いや、すぐ、皆さんも多分分かると思う。3×5 列だ。15個。15個だったお得やね。いやいや。あそうか。これでいくらとかやったこれ。30円じゃない。30円とかやった3四40円だと思うけどね。確かにね。爪楊枝で、なんか、しぶりながら、一個一個。うわー、懐かしい。はい。あったね。それ3位ね。はいはいはい。 あ、こっちこっちこっち青りんごもちもちやもちって書いてるのよそれこれあれだ3形5のやつもあれば3形4のやつもあるしソーダ味もあるしだけどそういういっぱいあるんだ夏ねこれ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 ソーダ味あったな青りんごえっもち青りんごもち最高にうまかったなはいじゃあ俺いきますはいはいえあの駄菓子のあのヨーグルトみたいなああ分かるあの、あれこそなんなんやろ ヨーグルあれ俺めちゃくちゃつけて当時20円であのちっちゃい瓶みたいなやつやろそう遠足にプラスチックのやつなんやけどあのちっちゃいあのなんかね寺みたいな木のへらみたいなのがついててそれで食べんのよモロッコヨーグルやモロッコヨーグルあれなんでさ木のへらとかつまようじとかつけるやつって人気なんやろ、ね、いやマジうまかったあれあれ何な,な,な,なのかわからんのよ 何が入ってんのかは分からんけど、マジでうまいのよ。うわモロッコヨーグルやね。はい、モロッコヨーグル。うわやってたなはい、第2位は第二位は、ココアシガレット。うわそれ俺もなんやけど、2位。ココアシガレット。うわうわていうか、なんなら、今でも憧れてる。いやいや。僕、タバコ吸わないんですよ。あの、体悪くなりたくないんで、吸わないんですけど、けど、 いいたい吸う雰囲気は出したいのいやだからタバコ昔ねやってたよね,そ<う>ね子供の時にこれやって、うん、あえてそのなんていう先生の前とか大人の前でやってお前みたいなところをや,やられたみたいなえっお菓子ですけどみたいなやつをやりたかった当時あと <laughs> <laughs> ね普通にうまいそうあのー、あラ,ラムネみたいなやつラムネなんかなコ,コーヒー味ラムネみたいなやつあれ美味しかったな,でもなんかそのココアシガレットとさ なんかその似てるなんかその犬の絵が描いたバージョンのココラージね。そうココラー俺はあそっちの方が良かったかもしれない。あれもうまいのよ。コーラシガレット。はいはい。俺でもコーラシガレットの方が多分やの食べてたと。ああこれ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 。何のキャラクターなのそれ。マジで。これなんかあの計算ドリルとかにもおったよ。おったおった。こんなんこんなんね。こんなんおった。ちょっとあのスペアのラッキービッキにも見えるし。 ラッキービッキーね、いや、シガレットはうまいのよ。うまい、うまい、うまい。わ、にそれないよ、俺も。に。ここで一位。いや、俺でも、これ、今でも食うもん、なこれは。あ、もう、そう、昔とかいうレベルじゃない。そう。何。一位。すだこさん。な、それ。あ。すだこさんね。これ。あ。蒲焼きあるじゃないですか。あ、三太郎。蒲焼のやつの。あの。焼肉味と。普通の蒲焼き味があるんですけど。それみたいなやつの。あの、のしイカみたいなやつの。 あのペーパー状のやつに大量のお酢と梅とかが入ってる多分ね世界一唾液が出る食べ物なんですよ、うん、あれうまいよまず匂い嗅いで一回蒸せて、うん、で加えて口いっぱいに唾液と酢を広げて、うん、俺だってそれでたまにあのお酒飲んだら今でもしますもんあでもいいかも、ね、今もちょっと唾液が溢れてきたホ分かる分かる想像しただけでめちゃくちゃうまいねあ,あれどっちその一口で食べるタイプ俺一口なんですけども、うん、その一口で食べるにもやり方があって、うん あの絶対に口を汚さずに食べるっていう目標があるのあ,<ー>あれああなるほどねこのはつくから両端に<ー>口のつかないために俺くわえれやまず、うん、それをベロで一回巻くんよ、うん、で巻いて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 ロール状にして口に入れるんよ <laughs> <何>手も何もつかずベロだけでこのこのベロと歯の動きだけで巻くって俺も特殊能力持ってて <laughs> で巻いて最後それを縦に口の中にして歯でギュッてやった時にジュワーって染みてる酢がその食べ方を俺はいいつもしてます最高一番無駄な作業してる最高な普通に食えよ口の中で巻くんですよでも確かに美味しい食べ方みたいなのあるよねめちゃくちゃうまかったでももうそうね1位菅田子さんね1位菅田子さん確かにうまいじゃ次は原の1位はもうインスタライブでなんでなお前 なんで今絶対発表した方がいいってなんすかでもこれは多分もう好きな人多いと思う俺も結構ダントツ今でも大好き当てましょうかじゃあ当ててうまい棒違うって <laughs> まあ違うってもよう分からないサワーペーパーいやー違う懐かしくないサワーペーパー<や>ガブリチュウいやー違うガブリチュウも,も入ってくるけど買ってたけど違うね、えー、も,うもっとその原点よザ・駄菓子あだけどあれじゃないあのー、なんかえー、あのー、キャベツだろあー違う違う違うあー違う違う でも須田こさんに近いどっちかっていうとはまあでも新たとか意外と食べてないんかな原点もう俺はもうだんトツこれなんですよもうシンプルによっちゃんイカああよっちゃんイカね<う>はい,はい,はい、はい、これ結局やっぱねうまい俺昔からやっぱ俺スルメが好きやったからでもよっちゃんイカは俺3杯つしか食べよあーすあ,ーあっちのバージョン、ね、そうそうもう酢、はい、バージョンしか食べてかねあのよっちゃんシリーズがうまいう あの今ねコンビニに今で言うとそのイカ耳とか出てんのよ、うん、あれめっちゃうまいよイカ<ー>耳はい、はい、駄菓子みたいな書いていろんな部位が出てるよ、ね、そうイカ耳めっちゃうまい,うまい、ね、イカそうめんとかも俺めっちゃ好きやから そイカ系さ駄菓子屋行ったらさちっちゃい袋じゃなくてあのボックスみたいなので売ったら分かる本ず分かる分かる分かるあれを親に買ってもらった時は最高に嬉しくて言うてあれもよっちゃいかみたいなもんやからねそうそうそう味的に言えばあと今は全く食べないけど当時めっちゃ食べてたのはビッグカツあ忘れたでしょ30円ビッグカツそうあれなあれボリュームもあってあれ美味しかったね昼飯これでいいとか言うてたや俺普通にご飯の上にのせたりとかしてたやあったあったうわな普通にソースかけたりとかしてた なんかこう飯みたいなズボラ飯みたいなイカそうめんとかイ、ね、カそ,そ,そうめん大好きよこイカそうめん今でも食うもんセブンとかのイカそうめんあ食うね今でもうまいあれ普通にうまいうわ懐かしいだからみんなはそれでお酒とかスルメでお酒とか言ってるかもしんけど私は 特保のコーラ。変わってないや、何も、特保でちゃんとんとならんよそれ。特保のコーラで今。しま特保のコーラ信じてない。あんな矛盾なものないや。でも、お前、特保って、なんかつけるのあれ、三億円ぐらいかかるらしい。三億。三億。審査が厳しいとか、お金が厳しい。俺も、そのネットの総数。やろうね。絶対言わん方がいい。まじ、わからんから、わからんけど。すごいねよ、特保は。昔のお菓子、マジないっすよね。たらたらしてんじゃねえよ、とかね。そうね、たらたらしてんじゃ、あの。 ななんかお得サイズみたい出てスティック状のやつもあるし出た出た美味しく食べやすくなってるだ菓しはいいよ昔辛かったけど苦手やったけどねタラタラしてんじゃねえよは盛り上がるねだ菓しはうんじゃあ今回もうすばらしいラジアルさんはいこういうベスト3をね我々発表したいでもそんなこと言ったらまたハードルがってなくなるやんそうやごめんなんでそっち側に持っていくのえありがとうございますラジアルさんのベスト3も素晴らしいですただ皆さん何でもいいので本当にねはいはいあのあれがキューパレキューパレっていうかあの K.O.R. の、あの、インスタができましてね。はい,はいはい。そこのあの質問のとこに、あの、ベスト3もあるんで。常に送っていただきたい。そう、それを送っていただいたらメールじゃなくても送りやすいと思いますんで。はい。聞きたいこと皆さんそちらによろしくお願いいたします。以上、トラジットの何でもベスト3でございました。 とということでエンディングでございまーすありがとうございましたもう今日はもう忙しかったよそのタクシーの話から宮崎キャンプの話からも、はい、でもよかったら何とか落ち着いてくれてそうですねうんあたがあタクシーとか行くよまたちょっとイラついて <laughs> ごめんって忘れとったのにごめんよお前一個気になったのがさっき紹介したこのポテトフライ、うん、フライドチキン味、うん、これあのなんかパッケージにこの子どもの絵が書いてあるんですよ、うん、はいてあるんですけど、うん 出来たてだよって書いてあるんですけど、<laughs> だいぶ嘘でゃないね出来たてではないね出来たてではないね出来たてのフライドチキンをギュッとしてるっていうパターンよえそ当時出来立てだったそうそうそう,そういいやん子供なんやから許してあげようあかそのこれかこのお菓子を作ってすぐ密閉したようだそうそうだからそういうことなんやだからあのすぐ瞬間冷凍してるみたいなあ、まあそうか捉え方は人それぞれやもんね <laughs> そんな分からんやろガチで作っとったらどうする やんお前や出来たてでキュッとしてあれしてくれてんのよねでもそれ美味しいそれも美味しい入れたかったね正直4位かな俺は懐かしいなポテトフライフライドチキンははいはいはいあと、はい、このフライドチキンにエネルギーとかあるんや <laughs> あるよそらある、ね、キロカロリー、はい タク質いまあこういうね話を地上波の方でも我々はやっておりまして、はい、RKB ラジオ「ッシュタグキューパレキングオブレディオ」は毎週水曜19時からですねこれでももう3月がもうラストなんじゃないの ?3 月の悲しい何になるんだろう1位だから8か 3月8が最後じゃんトランジット会は8ですね、うん、まあそれ以外はまあインクルージョンさんとあとダザイとあとシャッフルがありますんでまあ本当最後の1ヶ月をぜひ楽しんでいただきたいなと思います、はい、よろしくお願いいたしますそして我々もうあと1ヶ月ぐらいになりました3月25日土曜日単独ライブトランジットトランジットベールがございますはいこちらねでもまだねやっぱ席埋まってないと思いますのではいまあ新たもしくはトランジット原残しにぜひ 皆様チケットくださいと言うてくださったらお渡しできますんで、はい、もう持っていきます、本当によろしくお願いいたします。お願いします。またくさん来てください。ということで、あっという間でしたが、30分、今日もお付き合いありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイバイ。あのタクシーの運転手、タラタラしてんじゃねえよ <laughs> うまいこと 落語家の立川です1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組「立川賞志のニュース落語」もう聞いていただけましたか政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど落語の世界でお楽しみくださいアップルスポティファイアマゾングーグルの各ポッドキャストで立川賞志で検索してフォローお願いします また生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川賞司金サイトを聞いてください毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中ですさらにこの立川賞司のニュース落語は本で読むこともできますお近くの書店ネット通販でお買い求めください本と音声両方で立川賞司のニュース落語どうぞごひいきにめちゃくちゃお得ですからねこれね あ,あ毎週考えてんだよ。